2001年の広島東洋カープでは2001年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。この年の広島東洋カープは2回目の山本孝二監督体制の1年目のシーズンである。立川光雄前監督の突然の辞任を受け、1993年まで監督を務めた山本孝二が8年ぶりに監督再登板。山本新監督は 辰川前監督が育てていた東出明博しや新井高弘をこの年の開幕スタメンで起用し木村拓也を一番に据えるなど打撃陣の手こ入れを図った。しかし開幕3番の尾形光一が開幕戦でクロスプレイの際に負傷し前田智則も怪我の影響で出場機会が減るなどの誤算もあった。 投手陣ではエースに成長した黒田博樹が低迷するチームの中で主力となり、リリーフでの起用が多かった高橋健も10勝を挙げる活躍を見せ、先発、リリーフ両方で活躍した笹岡慎治やこの年、ローテーション入りの長谷川正幸もそれなりの成績を残し、菊池原岳が140試合のうち78試合に登板するなど明るい話題が多かった。 チームは中日が脱落した8月以降横浜と A クラス争いを演じるも勝ち星の差に泣き、山本監督1年目は4位で終え1 9 9 7年以来の A クラス入りはならなかった。しかし終わってみれば68勝65敗7分で5年ぶりに勝ち越し、翌年以降の A クラス入りに期待が膨らんだがその後、野村健次郎監督就任まで低迷期に入り、 次にシーズンを勝ち越すのは2014年まで待つことになる。このシーズンは勝利数優先で順位を決定。ありがとうございます。